皆さんこんにちは。それでは東京工業大学2017年理系第5問の解説を始めます。問題は次の通りです。実数 ABC に対して FX イコール X の4乗プラス X3 乗プラス BX 次乗プラス X プラス 1FX イコール X 次乗プラス CX プラス1と置く。また複素数平面内の単円周から 2.1-1 を除いたものを T とする。括弧1 FX イコール0の解が全て T 上にあるための必要十分条件を C を用いて表せ。過去に、ラージ FX イコール0の解がすべて T 上にあるならば、ラージ FX イコール X 次乗プラス 1X プラス 1X 次乗プラス 2X プラス1を満たす実数 C1C2 が存在することを示せ。過去3、ラージ FX イコール0の解がすべて T 上にあるための必要十分条件を AB を用いて表し、それを満たす点 AB の範囲を座標平面上に図せよ。はい、ということで方程式の解の存在に関する問題ですね。まあ誘導が比較的丁寧ですので、基本的にその流れに乗っておけば解けるかなというような気がします。まあ東工大の入試問題の中ではね、ぜひとも確保しておきたい、まあギリギリ合否が分かれるようなレベルの問題なのかなという気がします。早速ですけどやっていきましょう。括弧1番、括弧1番はまずスモール FX の方ですね。スモール FX が X 次乗プラス CX プラス1で、これがt において解を持つ。 t っていうのはどういう領域だったかっていうと、単円周上のマイナス1と1を除いた部分ですね、こういう領域を考えると、そこに解を持つための必要十分条件です。はい、 fx イコール0がの解が、全て、t 以上にあるということは、まあ、t 上にあるっていうのをどうやって言い換えるかですよね。マイナス1と1を除いてるってことは、まあ、要は、実数解じゃなくて虚数解だということですね。の解が、まず実数解じゃないよと。虚数解であって、そして単円周上ですから絶対値が1。っていうふうに言い換えられますよね。だから、虚数解であって、しかも絶対値が1って、この両方を満たせばいいわけですけど、まあ、順番に考えていきましょう。まず、丸1番の虚数解の方ですけれども、虚数解を持つことは今二次方程式ですから、それは単に判別式 C 次乗マイナス4が負になる。つまり C がマイナス2より大きくて2より小さいっていう、まあ、こういうふうにシンプルに書けるわけ。じゃあ問題は絶対値が1の方ですよ。絶対値が1の方はどうなるのかな、ということなんですが、実はですね、今回の場合、これ、虚数解だったら、自動的に絶対値1っての方は満たしてくれるんですね。丸1の元では、この fx イコール0の2解というのは、どういうふうに書けるかというと、虚数解を持つわけですから、x イコール α と、虚数解だということは必ず強約も解に持つので、α、α バーと書けるわけですね。はい、これポイントとして挙げときましょう。N 次方程式の解について、x イコール α が解だったら、必ずその強約も解になる。この α が実数だったら意味を持ちません。つまり実数だったら、アルファもアルファバーも等しいわけなんで、まあアルファが解だったら当然アルファバーも解になりますね。ただ等しいわけですか。大事なのは虚数の時です。虚数の時にアルファが解だったら、強約も必ず解になる。で、アルファとアルファバーは 虚数の場合には異なるわけですからね。そこが使いどころですけれども、今回も虚数なので、2回はアルファ、アルファバーって明示的に書けるわけですよね。で、じゃあこの絶対値について吟味したいんだけど、これ、解と係数の関係より、2解の積が1ですから、これってつまりさ、ほら、アルファ次乗、アルファの絶対値が1だっていうことでしょ？つまり、アルファの絶対値ね、絶対値必ず正ですから、1っていうことになりますよね。虚約も絶対値等しいわけですから、虚数解だったら、実は自動的にその絶対値1で決まっちゃうんですね。解と係数の関係から。1の元では必ず2が自動的に成り立ちます。より、2が成立するので、
今 FX の回が T 上にあるというのが丸1かつ丸2っていうふうに言い換えられたんだけれども、その丸1かつ丸2というのが2の方が自動的に成立してしまうので丸1と同値になりますね。でつまり左ならば右は当たり前、1と2の両方が成り立ってたら当然1は成り立つし、で今言ったのは逆なわけです。1が成り立つんだったら自動的に2が成り立つから1の2の両方が成り立つということで、はい、FX の解が全て T 以上だっていうのはつまり丸1と同値で、で丸1についてはもう今計算した通りです。丸マイナス2より大きく、2より小さい、おしまいですね。はい、括弧2番ですね。この Large FX に着目して Large FX の解が全て T 以上ならば FX がこういうふうに実数の範囲で因数分解できますよということを示してくださいというふうに言われています。だから今度は、まあ、最終的に問題文の流れとしては、カッコ3番で、Large FX の解が全て T 上にあるような A と B の必要十分条件を求めなさいっていう話をね、してるわけだけれども、まずはこれ必要条件について吟味してるわけですね。FX の解が全て T 上にあるための必要条件がこれであるということを示しなさいというふうに言われてるわけですけど、やっぱりやることは同じですね。FX の解が全て T 上にあるということは、やっぱり両方とも虚数解であるわけですね。で、そこから攻めていきましょう。Large FX の解が、全て T 上であることは何かというと、Large FX イコール0の解が、まあ、ここはまだ同値が成立します。はい。両方とも全て虚数解であって、そして、絶対値1であると。はい。丸3より、まず虚数解なので fx イコール0の解はやっぱりさっきと同じように表せますよね。解は全て虚数解だっていうふうに言ってるので、まず1個 α っていう虚数解取ってきたら自動的に α バーも含まれますよと。でも今これ四次式ですから、あと解2つあります。解2つ、残った解2つもやっぱり β バーとかけるわけですよね。4つの解を明示的に表せる。まあその4つの解を表すのに実質 α と β って2つの解しか使ってないわけで、そしたら fx っていうのがこれをこの4つを解に持つわけで、先頭の係数4次1ですから、そのまま x-α、x-α バー、x-β、x-β バーって因数分解されますよね。はい、そしたら今ねこれ2次ずつのペアにしたいので、やっぱりまあ α と α バー、 β と β バーでペアにした方がいいでしょう。 x 次乗引く、はい、はx プラス、積は α バーですから、もう絶対値 α 次乗で書けますよね。後ろの方も同様です。x 次乗引く β プラス β バー x 足すことの β の絶対値の次乗というような形。これでだいぶ似てきましたけれども、はい。まあ絶対値 α の次乗って今、丸4番成り立ってますから絶対値1ですよね。x 次乗引く α プラス α バー x 足す1、そして x 次乗引く β プラス β バー x プラス1と、はい、であとはまあこの結論と見比べると、あと c1 と c2 ですよね。 α プラス α バー β プラス β バーみたいになってますけれども、これが実数かどうかというのが問題です。今実数の範囲で因数分解できることを示しなさいと言われているわけ。まあ、だけれども、まあ、強約なものを足したら、これ実数になりますよね。A プラス BI と、それと強約な A 引く BI を足したら、実部の2倍、2A が出てきますんで、実数ですね。α プラス α バー、それから β プラス β バーは実数ゆえ、C1 は、マイナス、付け忘れないでください。マイナス α プラス α バー、C2 は、マイナスの β プラス β バーとして、はい、これで結論を満たすと。ということで、証明ができました。必要条件について吟味したわけですね。やっぱり、カッコ2番についても、攻めるべきポイントは、まあ、虚数解だというところから攻めていきました。さあ、で、カッコ3番です。カッコ3番は、もうこれ、ちゃんと、必要十分なことをね、条件を書かなくちゃいけないんだけれども、やっぱりこの、必要条件を求めたわけですから、これを使うことには始まんないでしょう。で、今、必要条件に着目したけれども、実際には、ここにちょっと手を加えると、必要十分条件になります。まあ、つまり、
解が全て t 乗になることは分かりましたよ。で、しかも今これ全部虚数解を持つようにしたいんですよね。となったら、この x 次乗プラス c1x プラス1も虚数解を持つし、x 次乗プラス c2x プラス1も虚数解を持つわけです。虚数解だったら、これ、カッコ1番の条件がまさに使えますよね。つまり c1 次乗引く4。c1 はマイナス2より大きく、2より小さい範囲なくちゃいけないし、c2 の方もマイナス2より大きく、マイナス2より小さい範囲なくちゃいけない。こんな風に因数分解できたことによって、まさにカッコ1番の形が見えるわけですから、そこからね、攻めていくということになります。この fx の解がすべて t 乗にあるというのは丸5番というふうにしておきましょうか。で、過去2番で示した結論を丸6番としておきましょう。丸5番の時、確かに丸6番が成り立つんだけど、その丸6番の x 次乗プラス c1x プラス1イコール0とか、および c2 の方ですね。c2x プラス1イコール0について、これは、ね、解がすべて t 乗にあるってことは虚数解であると。そしたらこの2つも両方とも虚数解ですね、全部。虚数解を持つので、虚数解を持つので、はい。括弧1番より c1 とか c2 はこれ、マイナス2より大きく、2より小さい範囲にあることがわかります。つまり、何がわかったかというと、今、丸5番を仮定して、丸5番を仮定したときに、括弧2番で丸6番が成り立つことが分かりました。で、しかも今ちょっと虚数解だってことに着目すると、しかもその実数 C1、C2 が両方ともマイナス2より大きく2より小さいことが分かった。丸5番が成り立つならば、fx が、x 次乗プラス c1x プラス1、x 次乗プラス c2x プラス1、ってなる実数 C1、C2 が存在するっていうのがさっき括弧2番の話だったけど、さらに付け加えてマイナス2より大きく2より小さいっていう条件が加わりますね。これを満たす、はい、C1、C2 が存在するというふうにもうちょっと条件を強めたわけですね。そういうことが言えますよと。で、実はこれ同値なんですよ。逆も成り立ちます。必要十分です。それちょっと考えてみましょう。逆も成立すると。それはなんでかっていうと、もし fx がこういうふうに因数分解できてて、c1、c2 が両方ともマイナス2より大きく、2より小さかったら、括弧1番より、ね、ていうかまあそのまま判別式の条件が使えるわけですから、この両方の2つの二次方程式の解、全部虚数解になるから、fx も虚数解になりますよね。なので、実はこれ、今、右向き矢印だけね、さっと確認したわけですけど、実は簡単に逆向きもわかりますと。まあ一応、括弧1よりと書いておきましょうか。じゃあ今こういうふうにね、丸5番言い換えたわけですから、さらにこれを言い換えていくことになりますけれども、これでまあもうちょっと突っ込みどころができるのがこの一番上の式ですよね。つまり、因数分解した形とする前の形があるわけですから、ここでね、係数比較でできそうですよね。さらに同値を続けることの、はい、一番上に着目して係数比較します。 x4 乗はどっちも係数1ですね。で、 x3 乗に関してはこっちのは a、 そして因数分解系でこれ展開するとどうなるかっていうと、これ c1 たす c2 になりますね。はい、2次の係数はどうだいというふうに言われたら、2次の係数は因数分解する前は b ですね。で、因数分解した後これ展開しますと、2次の係数これ2プラス c1 c2 になりますね。そして1次の係数はやっぱり a イコール c1 たす c2 で、まさにこれ3次と同じです。そして4次は両方とも1ということで、これ展開して係数比較すると、これこの fx イコールこれというのが、まあ、この2つの式が成り立つことというふうに言い換えられる。で、それかつマイナス2、両方とも c1 c2 が2より大きく、マイナス2より大きく、2より小さい、これらを満たす C1、C2 が存在すると聞かれたらどうですか。まあ、あとこれ処理すればいいだけですよ。まさにこれ和と積の形が出てきてますね。和が A で積が B-2 で、しかも両方ともマイナス2より大きく、2より小さい、
そういうような2つの数が存在するっていうふうに言い換えられます。和訳を書いておくと、和が A で、積が B-2 で、ともにマイナス2より大きく、2より小さい。そういうような2つの実数があるというふうに、まあ、日本語訳すればね、より噛み砕けば言い換えられますから、じゃあこれ、式の上で書くとどうなるの？和と積と言われたら、二つの数、二次方程式の解の言葉で言い換えられますね。つまり、t 次乗マイナス at プラス b-2 イコール0。この方程式が、マイナス2より大きく、2より小さい範囲に、二つの実数解。で、今回の場合は別にこれ等しくてもいいですよね。二つの実数解。まあ、重解も込みです。二つの実数解を持つというふうに言い換えられるじゃないですか。まあ、あとは、この解の配置問題を解けばいいだけです。t 次乗マイナス at プラス b-2 っていうのは、これは下に一つの放物線で、それがマイナス2と2の間に、2回を持つわけですから、マイナス2があって、2があって、まあ、10回を持ってもいいですよね。まさにこういう状態ですね。言葉で書き換えましょう。解の配置問題ですから、判別式、軸、そして端点っていう3つの言葉で言い換えられる。まず判別式については、2つの実数解、重解込みですから、a 次乗マイナス 4ac。っていうのが0以上ですね。二つ目、軸に関して 2a、2分の a ですけれども、この2分の a はマイナス2と2の間にあってほしいですよと。最後、端点に関してはもちろんマイナス2と2で、今これ、イコール入ってませんから、マイナス2では0より真に大きくなくちゃいけない。2でも0より真に大きくなくちゃいけないので、それを代入します。はい。で、4プラス 2a 足す b-2 は正だし、さらに4引く、2a 足す b 引く2も正ですよという2つの条件で言い換えられる。あとはこれ正にして図示すればおしまいです。つまり何ですか、b が4分の、a 次乗足す2という放物線以下であって、A 座標についてはマイナス4以上、マイナス4より大きく4より小さい範囲だけ着目しますよと。そして B はマイナス 2A-2 よりも大きいし、2A-2 よりも大きいですよと。これを図示しましょう。はい。まず放物線より下ってことで、まあ、放物線適当にこんな感じで書いておきましょう。b イコール 4a 次乗足す2と。で、マイナス4から4の範囲で考えていますよと。4の。で、マイナス 2a-2 っていう直線と、まあ、ちょっとそうは見えないんだけれども、はい、まあ、ちょっと多めに見てほしいんですが、もうこれ、2つの直線、ちょうどこの放物線のね、マイナス4と4における接線になってますね。接線になってて、まあ、接辺はマイナス2なわけですけど、それの、ここの部分だということになります。境界条件もきちんと明記しておきましょう。境界は、放物線上だけは含みますね。放物線の、4分の a 次乗足す2の、マイナス4から4の間だけ、のみ含むと。放物線上の端点ですね。まあ、なんで厳密にはこの両端は白丸、白丸、まあ、ここも白丸ですね。で、放物線の部分だけは含むんで、ここだけ赤く塗っときましょうか。よいしょ。はい。というような形でございました。カッコ3番は、カッコ2番で求めた必要条件を利用して、もうちょっと突っ込んで必要十分条件を与える。そしたらもうこれ完全に解の配置問題に置き換わるというような話でございました。はい、ということでこれで解説終わります。この動画よければ高評価、チャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。